吹田市消防本部、東消防署、救急車の紹介。皆さん、こんにちは。吹田市消防本部東消防署です。今回は、東署に配備されている救急車について。普段街中を走っている救急車の、あまり見ることのできない内部や、積載している資機材について、見学してみましょう。はい、今回紹介する車両はこちらの救急車です。吹田市の救急車は、通常9台で運用しています。この救急車は、令和3年11月に更新され、運用開始しました。吹田市では、令和2年度約1万8000件の救急事案があり、1日平均で49件救急車が出動しています。出動件数が増えれば、自動車の走行距離も増えるので、故障して出動できなくなる前に更新して運用しています。この救急車は、全長 5.6 メートル、車両総重量約 3200kg、総排気量は 2700cc、定員は7名。冬場はスタッドレスタイヤに交換して、急な降雪にも対応できるように準備しています。次に救急車の内見と、積載している資機材について紹介します。こちらは救急車右側です。救急車は、右側から入れない構造になっています。その代わり、右側には救助資機材が積載しています。交通事故等に遭遇しても、対応できるように、バールや、斧、ハサミ、ガラス用ノコギリ等を、積載しています。それでは後ろ側から内見してみましょう。救急車の中には、数多くの資機材が積載されています。喉に物が詰まった時に使う吸引器や、傷病者を搬送するストレッチャー。傷病者が吸う、酸素ボンベが入ったリュックです。救急車に搭載した無線です。他の車両と情報交換します。昔の黒電話みたいですね。救急車も自動車ですので、同乗していただく方にも、シートベルトを着用していただくよう、お願いしています。次に運転席を見てみましょう。これは指令ナビです。現場側いれば地図が表示されます。その他に、無線機器やサイレンの操作盤も運転席にあります。次に現場で使用するストレッチャーについて見てみましょう。後部ハッチからストレッチャーを出します。ストレッチャーの上げ下げは、患者さんの負担にならないよう、丁寧に扱います。これは半自動式体外除細動器です。傷病者の心電図を確認したり、その心電図を病院へ送信することができます。モニターに心電図や、心拍数等が表示されています。その他にも、除細動器として、電気ショックをする機能や、血圧や血中酸素飽和度も測定することができます。次は携帯型酸素ボンベです。呼吸が苦しい傷病者に使用します。では使い方を見てみましょう。この機械を指に挟むと、血中酸素飽和度が測定されます。
そして、酸素飽和度が低い場合、酸素を投与します。ボンベに酸素マスクのホースを接続します。マスクを傷病者に装着します。これで呼吸が苦しい状態も改善されます。吹田市消防本部救急車紹介、いかがだったでしょうか。救急車は昼夜問わず、人命救助のため市内を奔走しています。街中で活動している救急隊を見かけたときは、救急活動にご理解とご協力をよろしくお願いします。